ここかと思ったんですけど、ここにはないですね。プリクラとこのザ・ビシバシみんなで遊ぶゲーム、あとライオンとか、なんかライオンじゃなくてこれ見た目ヒョウっぽいけどね、太鼓は違うとこっぽいですね。ゲーセンはここですね。びっくりした、さぬき丼太鼓、太鼓が書いてあるのかと思った。太鼓置いてますよ。違かった、うどん屋さんだった。これですね。そこじゃなくてね、こっちですね。ちょっとね、前回間違えたんですけど、ここがキッズパークリビン横須賀か。あ、子供がいた。あ、ちょうどいなくなった。なんか4歳ぐらいの子がおじいちゃんと太鼓やってたかな、お父さんか。こんな感じですね。ハウスバッチ飛び出てる。おお、三脚ダメだって。通路の妨げになるのでご遠慮ください。まあ狭いもんね、後ろがね。こっちの方がメンテ良さそう。ニッピーはなんか急筐体みたいな。急筐体。ということで一クレだけやりたいと思います。隣にね、モグラ叩きのゲームがあるということで、今回はまあ僕太鼓やりながら何々してみたらよくやるじゃないですか。今回初のモグラ叩きしながら太鼓叩きやってみた。45秒だけお時間ください。こっち見てたらできない。だからもうモグラ集中しながら譜面、あ、こうできてると思ったらできてない。あ、精度悪い。精度良ければいってたもん。一回で終わろうと思ったんですけど、ちょっと悔しいんで、もう一回さすがにクリアしたい。53だけに、もうこんなゲームのやり方には降参です。中のね、UOキャッチャーもちょっと見ようかなと。メルティーケース、
これビリビリの携帯のやつ、ドラゴンボール、うん、そこまで気になるやつはないかな。ということで UO キャッチャーは特に取りたいものなかったんですけど、太鼓は結構環境いいんじゃないかな、うん、まあ、土曜の夜なんですけど、まあ太鼓はいいと思う。ということでぜひね、こちら来たことある方などコメントよろしくお願いします。では